しあのー、お年玉企画ということで今回も12月にすぐまたトライアルセットをあのちょっと作ってもらって、まあ、大量にはちょっと1ヶ月もなかったんで作れなかったんですけど本当数量限定でこちのトライアルセットも作ったので、まあ、1月まで,で今回この2日間までに買ってくれた方明日と今日今日と明日かなのこの。 ベベクリームをご購入された方にはこの1つ限定で1個買ってくれた方には1個だからベベクリーム個個買ってくれた方には2個きますでもどっちかが売り切れになっちゃうともう販売できないのではい是非このまあなんかちょっと試したいけど高そうだなとか私の肌に合うかなとかちょっと不安な方は1回トライラルセットをお試ししていただければいいかなと思います やっぱりパックとかもなんか、ね、5枚セットで結構お高いのでパックだけになんかこの金額かけるの怖いなって方とかもいると思うのででも化粧水に液ベビクリームも全部ついてきたらすごいお得だと思うんですよねちなみにこのベビクリームがえっとね税込8800円だっけ やばいベークリームの正規なんでなんか分かんないです <laughs> ちょっと皆さん8000円台です8800円だと思うベークリーム何回かね変わっちゃってるから値段が私ちょっと確認し忘れてしまいましたけれどもちょっと私の今インスタのインストーリーから多分まだ売り切れてないと思うんですけどストーリーからあのベベの公式サイト飛んでもらえたらベベクリーム だ8000円台なのにこのトライアルセットが無料でもらえるっていうのはすっごいお得なんです8800円だありがとう教えてくれた8800円合ってたはいでご購入できますお試しのおいくらですかあこちらはなのでこれをご購入いただいた方はこれは非売品なんですよだから販売しないので そうもうも今回しか買えないですなのでいくらっていうのはなくてこれを買ってくれた方はもうこれをプレゼントするという私のお年玉企画感謝企画ですだからねまあもし今日売り切れちゃって買えなかったって方も明日の9時からはまた数量限定であのちゃんと日にち分残してあるので今日買えなかったって方は明日でも買えるとは思います ベベのの名前由来は何ですかあベベはあの赤ちゃんっていうフランス語で赤ちゃんって意味なんですけどあのこのベベクリームは私の妊娠中に肌荒れ始めて私が肌荒れしちゃってでその時に妊娠中って結構ビタミン A とかが入ってる化粧品を使えないんですよねそうあの赤ちゃんのためにあんまり良くないから、まあ、使えないとかあんま使わない方が良くてでその時にでも ニキビとかししたいしでも皮膚科にいたら結構強い薬とかが多いなと思ったのでなんか私が成分はすごいいいんだけど体にも優しいっていうだからそれこそ皮膚が弱いって方とかにもお使いいただけるようなあのブランドっていうかまあ製品をクリームを作りたくてで作ったので私の子供と同じタイミングで誕生したクリームなのでベベにしました 首とかも綺麗になりますかかだって首とかもさシワとか年齢感じやすいから毎日私も乗ってますめっちゃドタバタしてる鬼ご,っこし鬼ごっこしてんのかベビーはねケーキが見てくれてますベビークリームつけたらニキビよくなりましただって嬉しいでも本当にねそういう方結構多いので なんか周りにねそういうふうに言ってもらえると私もすごい嬉しいですでもやっぱりなんか商品作る時にやっぱり自分が自信を持ってお届けできるというか自分が毎日使いたいなって <laughs> うるさい <laughs> 自分が毎日使いたいなっていう商品じゃないと嫌じゃないですかそれこそなんかお金儲けのためにみたいな商品はすごい絶対嫌だなって私は思うので あのー、私が毎日使いたいなと思う本当にいい成分だけで作った化粧品にこれからもしていきますなのでちょっと価格が高くなっちゃうこともあるんですけどでも元々の原価はもすごいいいものを使ってるので高いんですよねそうだから本当に使っていただいて納得できる商品だと自信を持ってそこはね言えます どれくらい持ちますかでもクリームがこれちょっと汚いんですけどこれねもう 2, 2週間前ぐらいに開けたんですけどまだこれぐらいあるんで多分1ヶ月以上持つと思います朝晩使ったらまあちょっとはもっと減ると思うんですけどでも乾燥時期は朝晩使った方がいいけどそんなに乾燥してない時は夜だけでも全然大丈夫なので結構持ちはいいです ニキビ肌にも大丈夫ですかニキビ肌にもお使いいただけます髪の毛ケア教えてくださいだってあ髪の毛ケアはなんかねなんていうシャンプーだっけなあのー、今後のせますでもこれはあれなんですよストレートアイロンがすごいよくてそのストレートアイロンは今日の YouTube の海外に持っていく持ち物の中に紹介してますでもこのストレートアイロンがすっごいいいんです本当にサラサラになる こ,の指輪これはオールニークっていうブランドですこのねピアスとかもそうでオールニークってブランドのものです可愛い,いイヤカフが最近お気に入りですえ夜だけ使って3ヶ月ぐらい持つってアトピーでも大丈夫ですかえ本当に人によるんですけどでもあのアトピーの方の 詳しく症状とかお聞きしないと何とも言えないんですけど多分乾燥からくるものも結構多いと思うのであのやっぱり乾燥することが一番肌にとってはニキビができたりとかあの炎症の原因になっちゃうんですよねだから肌の抗菌作用が乾燥することで失われちゃうので。 それを考えるとやっぱこのクリームにはセラミドとかが入ってたり400分子ヒアルロン酸とかあとその肌の抗菌作用を高める乳酸菌とかも入ってるのであのまあ直接効くかっていうと医薬品ではないのでまあそれを言うことを推奨することはできないんですけどでも乾燥を防ぐという意味では多分効果は あるんじゃなないいかなと思いますそう難しいよね私が使っての感想は全然言えるんですけどね多分人によって肌がそれぞれ違うと思うので絶対にってことは難しいんですけどでも試してみて損はないかなと思いますベビークリーン ベ,ベクリーム塗ってすぐメイクすすするのありですかあ結構ね塗ってすぐだと多分油分多いのでよれちゃう可能性があるのででも塗って5分とか経てばあの本当に結構浸透しやすいのでこう肌になじませてもらうとその後に化粧も全然できます私の肌質は乾燥肌ですそう混合肌かどっちかっていった乾燥肌かなだから私も 乾燥を防ぐことをどうしたらいいかっていうのをすごい考えてますね常にやっぱりあのーまあ、電車とか乗ってもそうだと思うしあの会社とかも乾燥を自分で防ぐことできないじゃないですかお家だったらエアコンつけたりとかね、あのー、空気清浄機とかあの加湿器加湿器か加湿器とかできると思うんですけどそう 移動中とかは自分ででどうにもこうににももこきないからそういう時にどうやって乾燥を防ぐかっていうのとかをすごい考えてます全然乾燥肌じゃなくても脂っぽい肌の方でも全然大丈夫ですあのベビークリーム使ってもらったら分かるけど結構サラサラなので逆に「脂っぽいから」っていう方でも肌質すごい改善されると思います この,ニットこのニットはねアイレンネのものですでもこれ2年前ぐらいのものですこれ気に入ってるからもう2年間ぐらい着てますほうれい線どうしてますかわかるほうれい線めっちゃ私も気になります でもほうれん線とかもシワってやっぱ保湿が大事なんでもうこれは毎日本当にめんどくさいですけど地道にここのほうれん線のところにクリームをもうたっぷり重ね付けして寝るっていうのを繰り返してますそうでもそういうねほんと細かいめんどくさいことが意外と結果につながるのでもう騙されたと思ってやってみてください 線全,くないえ全然あるよ多分今ライトすごいさ照らしてるからな,なく見えるかもだけど写真によってめっちゃほうれい線気になるもんでも保湿することであの消えるっていうのはないかもしれないけど防げてる気がしますほうれい線気になんない嬉しい <laughs> そう 身長と体重知りたい身長は1 5 4センチです体重は最近昔は39とかだったんですけどほんと妊娠してから全然あの体重変ないからもう最近体重計ののやめました <laughs> 開き直りましただから見た目で太ったかなと思ったらちょっと炭水化物減らしたりしてもう体重計はね悲しくなるの乗ってないです 娘ちゃん寝た娘ちゃんまだ起きてる今日はね結構遅めに昼寝を2回しちゃったんでそうだからもうこのインスタライブ終わったらすぐに寝かさないといけない今日アイライン濃いめですかわかる今日アイライン濃いめですちょっとメイク今日濃いんですそういうさちっちゃい発見をしてくれるの嬉しい ね。次ケケとのコラボいつしますかこの間見れなくては残念です多分一年に一回とかしかしないと思います <laughs> インスタライブ出てくれないですえ肌綺麗すぎる嬉しい 小学校の時から大好きなともちん小学校の時から好きっていうのは最近すごい言われるので小学校の頃から好きってことはもう10年前ぐらいってことでしょねもうあっという間に10年がたって小学校の頃の皆さんが二十歳になるという衝撃的ウェブクリーム買いました もうまだ売り切れてないかなもうすぐ売り切れちゃうと思うんででもね今日はこのパックを皆さん絶対に使ってみてほしいですこれね非売品だったんですけどすっごい人気のパックだったんですよあでも、まあ、こっちもこっちも押したい私からのお年玉企画でこれパック入ってるんであのパックこれ税込4800円なんですけどこれ5枚入りね ちょっとお値段すするじゃないですかだからパックまだめっちゃいいんですけど本当に大好きなんだけどこれちょっと怖いなって方はこの今回ベベクリームこれねベベクリームを8800円を1個買っていただくとこちらベベのクリームとパックと乳液と化粧水ローションとエマルジョンが全部ついてくるこのトラベルセットが。 プレゼントしますなのでこれにこれ買ったらこれがついてくるみたいな1個買ったらこれがついてきて2個買ったらこれがこれももう1個ついてくるっていうすごいお得な企画多分もう1月今日と明日しかないのででべべのね商品をぜひ使ってほしいですあとはブースター これは化粧の上カーとかでも全然崩れなくあのお使いいただけるのでだからなんか、ね、夜とかは逆にもう本当にこだわりのスキンケアアイテムがあるって方は逆に昼間とかその移動中だったりオフィスとか学校とかで乾燥するよって方は逆にこれを一本持っとくだけであのすごい肌質変わると思うのでまあなんまああの。 一日の中でどれだけ乾燥しないかがこう、ふけないための秘訣な気がします顎ごニキビが治りませんどうしたらいいですかニキビも乾燥が一番あれなんですよ、菌が増えちゃうんですよだから、乾燥しないようにすることが肌の抗菌作用を高める秘訣なので皆さん、ニキビ肌で悩んでる方も一見ね、油 油分多いのかなって思う方もいると思うんですけどニキビも肌の抗菌作用が高まると治るんですそうだからね肌の抗菌作用が高めるには絶対乾燥しないことがすごい大事なんですだから乾燥大敵そうニキビあるってことはまあ、乾燥だけじゃないんですよ もちろんんニキビ菌なんで乾燥だけじゃないけどその抗菌作用とか肌肌のそか肌を守る作用が乾燥すると衰えちゃうしその自分の肌が弱まっちゃうからそのニキビ菌とかにやられてニキビができちゃうんでだから肌の,その戦ってくれる細胞をあの元気にするみたいなイメージですね。そのためには乾燥しないっていうことが 大事。ブースターはオイルが入って、ミスト。これはブースターオイル入ってないです。ミネラルブースターなのでミネラルがすごい。豊富なブースターになってます。パーク毎日でも使っていいのかな？もちろん、私はもう大好きで毎日使ってる。 ビチの声がしたパパとなんか戦い心かなんかしてさあうちの子そ,うそれこそ歩くみんな結構もう同じ月齢の子歩いてたんですけどなかなか捕まり立ちはするしあの捕まれながらは歩くんですけどなかなか歩かなくてハイハイがすっごい早くてなんかせっかちなのか歩くとゆっくりになっちゃうからかハイハイで高速ハイハイで。 歩くことをあんまりしなかったんですけど本当にそれこそ1週間前ぐらいに手離せて3歩ぐらい歩いてそれをすごい私と旦那でめっちゃ喜んで拍手したらすごい喜あの嬉しくなったのか最近は「タッチして歩いて!」って言うとあの頑張って4歩ぐらい歩,歩きますでも途中でなんか歩くスピードが遅くて自分で嫌になってハイハイしちゃうんですけど そうだからもうちょっとしたらもう結構歩けるのかなって感じめっちゃ早いハい早いですブースター買いましたお気に入りで毎日使ってますだって嬉しいこのブースターもねすっごい香りがいいんですよだからベベクリーーームとブースターは の香りがあるんですけどベビークリームに関しては香料をつけてるわけじゃなくてお花の成分これはね妊娠中でも使っていただきたかったのであんまり香料とかを使いたくなくてお花の成分を入れてますあのー、ハワイのお花何だっけあの白いやつと忘れちゃったそうそのハワイのお花の白い,白いお花 わかる方コメントして <laughs> そのねお花の成分も美白成分美白作用があるのでその美白作用を入れたくて入れたら香りもお花を入れるのでちょっと乗っかってついてくるみたいなあプルメリアそう <laughs> そうですプルメリアですプルメリアにはレシベラトロールの美白成分美白作用もあるのでさすが 最近さなんか名前とかが本当に出てこなくてでもねなんかそれこそあの年いったらこうなんか物忘れとかなんか名前が出てこないってことがあるじゃないですか,か増えるって言うでしょでも考えたらなんか私の母も母方のお父さん私のおじいちゃんも あの若い頃からあれなんだっけこれなんだっけって全然名前出てきてなくてこれ遺伝,じゃ遺伝なんじゃないかなっていうのをすごい最近は <laughs> 感じています本当にだから物の名前とかはねこうスラスラ覚えられる人ってすごいなって思ってだから私は本当に努力何回も何回も 書いたりりととかか読んだりとかそれこそテストもそうだけどあの一瞬で覚えられたりものの名前とか場所とかの名前がバババって入る人もいるじゃないですかでも私はそういうタイプじゃないからもう何回も何回もあの書いたりとか勉強して覚えるしかないっていう「チータンクータン見たいです チークとクータ私のワンコチークとクータは今日トリミングしてめっちゃ可愛いよ呼んでみるチークとクータ呼ぶ見たいかなみんなチークとクータ見たい人いるのそうチーちゃんチークっていうワンコが21歳であ違う19歳でクータっていうワンコがあ違う21歳のわけない19歳のわけない待って クータってワンコが私が二十歳の時に飼ったから今年で11歳ででチークってワンコが私が21歳の時勝ったから今年で10歳、ね、21歳と19歳だったらもうやばいよねめっちゃ長生きまあそれぐらい生きてほしいけど <laughs> 19年も生きるっていう <laughs> 本当に 呼んでくるベビーも来ちゃうかなじゃあ今の間にみんなベビーの商品を見に行ってみてくださいちょっと連れてきます私。 来たよチークとクータさんが来ました僕たちです可愛いでしょこっちがチークなんですけどめっちゃ大きいのうちないな <laughs> この大きいのおちいちゃんクマみたいで大好きなんです 3キロぐらいあるかなちょっとねトリミング短めにしたから今日短いんだけどチークですなんでチークかっていうとここにアライグマみたいななんかこの <laughs> これね涙涙やけかと思いきやちっちゃい時からあってこの涙じゃないところもちょっとピンクになってるので チークにしましまたチーク何してもんなくてすっごいかわいいんですでも最近年取ってきてちょっと咳するんで気管が狭くなっちゃって,てちょっと心配なんですけど大きいんだよ3キロもあるんだけどそれがすっごい愛しくてめっちゃかわいいのこれがちーちゃんここれははの子はにー 21歳の時に買ってこっちは私と一番長い家族の中で多分一番妹とお母さんとお父さんの次に長いワンコです旦那より娘よりも私と一緒にいるクータです僕クータですかわいいクーちゃんはちっちゃいんですちっちゃいって言っても2キロぐらいある2 2キロちょっとあるかなそうクーちゃんは クータはちょっとあれです臆病ですけど僕クータですかわいいいつも娘と2匹と <laughs> みんな四足歩行してますクリーム買おうと会員登録した売り切れになってましただってもう売り切れちゃったのかなクリーム くーちゃんとちいちゃんもベベクリームを使ってますね <laughs> もうくーちゃんとちいちゃんもこの毛の奥のここの肌にベベクリームをたっぷり塗って <laughs> ニキビ防いでます <laughs> っていうのは嘘ですけど震えてないよほら震えてる ちんよねそう全然泣かないんです本当にお利口なのみんなも褒めてあげてでいつもだから昔はなんかちーちゃんとくーちゃんもゲージでねねし寝ててしつけもあってバラバラに寝てたんですけどなんかあの最近はいつからか一緒に寝るようになってみんなで寝てますね ワンちゃんニキビできるんですか?」ってって冗談です <laughs> ワンちゃんにも使えない <laughs> 使えない使えない <laughs> そうでもねもう今日もし完売になっちゃったとしてもあの明日9時からも今日よりかは少ないかもしれないですけど数量限定で販売するので私はもう一番はこれです ベベのパック一瞬で売り切れたパックが今日からあの販売商品化しましたのでうち5枚セットで4800円ねこれはなんか無香料なんですけどすお米の香りヒト幹細胞っていう幹細胞がめちゃくちゃ栄養がある幹,そう幹細胞がねあの顔の本当にもう何でもそうですけど ニキビとかもそうだしシワとかかももそそううだだしし何でもこの幹細胞が助けてくれるっていう言い方あるんですけど本当に直でパックとかだと直でこう浸透されるのですごい効果が期待できますこれねなんかその幹細胞がお米みたいな匂いするんですよそれがすごい好きなんですすごい好き 明日夜9時販売スタートですか明日も9時販売スタートですケイケイはねリビングにいるよ明日も9時からですでこのベベクリームベベクリーム買っていただいた方にはあ逆ベベクリームを買っていただいた方にはこれね かわいいでしょめっちゃかわいいこのウェクリームを買っていただいた方には1個につきこちら1個プレゼントですでももう今日は売り切れちゃったのかもしれないでこのブースターは化粧の上からも使えるし男性も使えますえそれこそねあの旦那のお友達ってか選手の オリックスの宮城投手。もう、なんか、いきなり、ベベクリーム欲しい、使った、使いたいって言ってくれて。そう。使ってくれました。嬉しいよね。やっぱ男性にも。使い、お使いいただけるってとこが嬉しい。旦那も使ってます。でもさ、日焼けとかするしさ、やっぱ男性の方がすっぴんじゃないですか、ずっと。 だからよく考えたら男性もちゃんと保湿しないとさ、ね、シワとかあのシミとかになりやすいじゃないですか40代のおばさんでもベビークリーム使えますかえ40代おばさんじゃないよベビークリームもちろん使えますなんならアンチエイジングとして本当にいい成分しか入ってないのでぜひ使っていただきたいです本当にこ,これねアンチエイジング クリームとしてもすごいいいと思うベベクリーム使ってから乾燥なくなりましたってちょっとクータが登れなくてクーちゃん頑張ってお登どれだテチテチしてました家族みんなで使ってますでも家族で使ったら結構すぐなくなっちゃいそう40代って若いよね 全然ささんんじゃゃないでですすよっって言っちゃダメです自分のことを乳液の後にベビークリーム使っていいですかそう順番はそうですでも乳液が結構乳液たっぷり塗るとニュルニュルしちゃうじゃないですかその上からベビークリーム塗ってももうこう何層にもなって全然毛穴に入っていかないんで乳液塗ってこうちょっと塗ってなじませてちょっとしてあっ なんか染み込んでまた乾燥してきたなって時にあの蓋をする感じが一番おすすめです8歳の娘も使ってますよだってでもねなんかあの毎日使うとかそういうんじゃなくてあの私も出産して次の日とかにあのベビーちゃんが本当生まれて生後2日目 でもベビークリームとかも病院になかったし持ってってもなかったから自分のベビークリームしかなくてでもあの成分的には悪いものも全然入ってないし大丈夫かなと思ってそのちょっとカサカサのとことか赤みのところに塗ったら次の日本当に綺麗になっててあ赤ちゃんにも使えるって思いました。 だからベビーも結構肌うちの子は弱くて結構カサカサしがちなのでまあもちろん赤ちゃんは赤ちゃん製品が一番いいと思うんだけどでもすごいちょっと乾燥がひどいなって時とかはベビークリームとかをこう塗って蓋みたいにしてあの肌の中の水分が蒸発しないようにはしてます。 4月に結婚式があるのに,にニキビとシミがすごいです、ね、シミはねすぐに多分ななんかクリーム塗ってどうにかってことはできないと思うんですよシミを防ぐことはできるけどできちゃったシミをクリーム塗ってなくそうってことは難しいと思うんですけどニキビはどうにかなると思うのでとりあえず毎日保湿を心がけてまだでも3ヶ月4ヶ月あるじゃないですか 頑張ってくださいねじゃあちょっともう娘を抜かさなきゃいけないのでそろそろ終わりにしようかなみんないっぱい私の話をねえだって9時とかでしょみんな忙しいのにさこうやってインスタライブ見てくれてすごい嬉しいですありがとうございますまたね 近々インスタライブしたいなと思いますじゃあベビューを寝かしますミヤ <laughs> って言ってる <laughs> 最近こう今ドア閉めてるドアをこうノックするのとかも覚えてめっちゃ可愛いじゃあ皆さんもはい早く 早くく寝てください私は早く寝ないけど <laughs> 皆さん本当にありがとうございましたまたすぐしますありがとうじゃあ今日ご購入いただけた方は是非使ってみてくださいおやすみ